皆さんこんにちは。ラリーパットでーす。いつも応援ありがとうございます。そして今日は、スペシャルゲスト、カナダトロントからシェリー・オブライアンさん。こんにちは、ね、昨年のですね、はい、イタリア、ローマウクレレフェスティバルでご一緒させてもらって、はい、そのご縁で今回日本にも来ていただいてね、はい、一緒にライブを回りました。はい、ツアー回りましたでしたね。東京、横浜、金沢、京都と、うん、いや楽しい毎日、はい、エブリデイハッピーね。そう、今回のツアーでは清水くんが頑張って英語を喋って訳すという、そう大役をね、ね、になってるんですけども、はい、どうですかシェリーさん。あ、シェリーさん、How about、this Japanese tour? ああ、うん、英語で日本語で。お、日本語いけるんですね。日本だけ。いいジャパニーズ、ジャパニーズプリーズ。すごく楽しかった。あ、すごく楽しかった。ねえ。ねえ。Very happy。はい。シェリーさん、Very happy。素晴らしかった。素晴らしかった。ファンタスティック。なんか変な関係なんですよ。逆の。すごい。日本語で言った反応に英語で喋るという。こう、ね、あの今のやり取り、毎日ね、こうシェリーさんとこう英語のレッスンねしていただいて、はい、1日、2フレーズ、1 day 2フレーズ、2ワード、2フレーズ、うん、を覚えていくということでですね。ファンタスティックね、モアグッドですね、これ覚えまして、うん、そう、あと金沢もっきり屋さんのアットホームな空間、すごいいいとこですよっていう話をしたら、アットホームな空間もね、コーゼー、ね、COZY っていうことを教えていただき、コーゼーね、ね、Thank you。 あと何でしたっけ、ジョニー・ミッチェルがカナダのことについてとかって話した、うん、Think、 こう、ね、Think をね、Think って言っちゃダメなんですよ、Think のThink ね、Think ね、ついてつもね、いやいやいや、覚えまして、音楽以外にもこうやってね、そう英語のレッスンをさせてもらったと。そう、シェリーさんね、もう昔日本に住んでおられたんで、日本語もほとんど分かっておられます、うん、それをあえて分からないふりして、こう僕たちね、こういろいろね、レッスンしてくださった感じですね。優しい、優しいシェリーさん、ありがとうね。はい、いや音楽もね、本当僕たち、普段ね、こうやってね、ボーカリストを迎えてね、しかも海外から来ていただいてね、一緒にやらせてもらうことってあんまめったにないんですけども、はい、今回一緒にさせてもらって、すごいいい経験になりました、はい、ですね。あ、We are very happy with シェリーさん play。 あー、本当よかった。私も楽しかった。楽しかった。ね。ね。ジャズと、そうそうそう、ジャズと、フォークと、フォークとね、日本語の、日本ジャパニーソングね、そうそう、ふるさととかね、ナタソーソーとか、はい、そう、はい、と、ビートルズ、ビートルズ、今ライフ、今ライフね、そうそう、もう楽しかったですね。シェリーさんも、日本のお土産たくさん、ジャパニーズギフトをシェリーズ、いっぱい買った場合、いや買った場合、どこの九州の人が買った場合、シェリーさんシェリーさんね、そう、a lot of gifts、そうそう、たくさんのお土産をね、買った場合、そうそう、買った場合、買ったね、そう、ジャパニーズフードとかジャパニーズグッズが好きで、ジャパニーズ特にお土産で何が好きですかって聞くと。あれなんですよね、ジャパニーズギフトで、How do you like? ジャパニーズギフトで一番は、ベストワン、一緒に、せーの、ひよこ、ひよこ、二番は、ナンバーツーは、オッケーオッケー、せーの、たき火、三番だったかな、オッケーオッケー。3番はせーの、マカダミア、チョコね、そうチョコ、マカダミア、ひよこってね、東京メーカーのなかなか海外からね、来られてひよこをお土産に買って帰るという通はいないと思う ね、白あん美味しいですよね。そうそう、はい、パクってね、こんにちは、こんにちは、あそうっていう風にね、ものすごい楽しんでおられた、僕らも嬉しかったです ね、はい、ですね。いや本当にね、楽しい日々だったんですけど、またやりたいなねえ、そう、またシェリーさん日本に来て、はい、英語で、英語でお願いします。 I hope、 we hope、シェリーさん来るって何ですか、 come back in Japan、 to Japan、 come back to Japan to in とかね、ありがとう、そうそうです、はい、
ね、また一緒に演奏できる、ね、機会を楽しみに、はい、うん、しながらですね、また頑張っていきたいなと。そうですね、はい、ね、これから僕たちもね、また頑張って、CD ね、制作続いたり、あと、ね、ライブどんどんやっていきますので、うん、また皆さんぜひライブの方にお越しいただいて、ニューアルバム出た際はぜひお買い求めいただいてですね、はい、これからもフライパッドをよろしくお願いしま す、ですね、ではまたライブでお会いしましょう、ですね、フラリーパッド&シェリー・オブライアさんでした。ラブ、ラブの英語、ピース、ピース、ラブ&ピース